ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。私はゆっくりヨウムだにょん。水族館のシャチのショーは最高ね。調教師の人にも懐いていてすごく可愛かったわ。でも、本来のシャチは海の殺し屋と呼ばれていて、サメやクジラでも襲いかかる凶暴な生き物だにょん。ちょっとヨウム、せっかく人がシャチの可愛さに魅了されているところに水を差すような発言は勘弁してよね。事実を述べただけよ。まあ、確かに海においてシャチは最強の生物だな。でもな、そんな凶暴なシャチに対して格闘したとされる未確認生物がいるのを知っているか？知らなかったわ。ねえ、マリサ、そんな生物が本当に存在するの？存在するなら、ぜひその話を聞かせてほしいわ。未確認生物と聞くと霊夢は本当に目がキラキラになるな。よし、では本日は、世界が震えた。南アフリカで目撃&撮影された2頭のシャチと格闘した15メートルの白い巨大怪物は古代生物の生き残りか、を紹介するぜ。ゆっくりしていってね。ではまず最初に未確認生物であるトランコについて説明していくぜ。トランコの姿をイメージして描かれたイラストはすごく可愛らしい姿だぜ。本当に可愛いわ。写真じゃなくてイラストを紹介するということは、はっきりとした目撃情報は存在しない感じかしら？ああ、トランコの目撃情報は1924年に南アフリカのマーゲート海岸沖で海水浴客が目撃した一件のみだぜ。その時に2頭のシャチとトランコが激戦を繰り広げていたそうだ。シャチと戦えるなんてトランコという生物もかなりの強者というわけね。あんな可愛らしい姿のトランコが戦う姿が想像できないわ。トランコの武器は、象の鼻に似ている器官を激しく振り回すことだ。そのトランコの攻撃にシャチもなかなか決着をつけることができずに、約3時間もの間戦う羽目になったらしいぜ。3時間？そんな長時間も戦い続けることができるなんてトランコもシャチも体力が半端ないわね。戦った結果はどうなったの？結果的にはトランコは力尽きてしまい、海岸に死体が流れ着いたと考えられる。そしてそんなトランコの死体の撮影には成功しているぜ。その死体の状態からトランコの特徴はより正確になるはずよね。体長は約15メートル、象の鼻に似ている器官の長さは約 1.5 メートル、直径約30センチ、尻尾はロブスターの形に類似していて、アザラシのような形のヒレも持っていたぜ。15メートルの怪物に襲いかかるなんてシャチも化け物ね。しかも、トランコが力尽きて海岸に流れ着いたんだから勝利してることになるわ。そういえばトランコという名前はどういう意味なのにょん？うっかりしてたぜ。先に説明しておくべきだったな。トランコという呼び名は、その特徴的な象の鼻の器官のことを英語でトランクと呼ぶことからトランコになってるぜ。まさに体の特徴を言い表した適切な呼び方というわけね。でも死体が発見されてるんだから未確認生物とは呼べない気がするわね。その死体の姿は全身を約20センチほどの白い毛で覆われた姿であり、目撃されたのも約100年前の話だ。当時の人からすれば不気味なものだから、しっかりと調査せずに海の中に消えることを許したんだ。私のように未確認生物に関心がある人であれば、そんなもったいないことはしなかったのにね。霊夢ならそもそも生物であることにすら気づけないと思うにょん。気持ち悪がって逃げる姿が頭に浮かぶぜ。確かに死体は気持ち悪いから避けちゃうかもしれないわ。その白くて巨大な体を表して巨大な白いサメ、巨大な白い犬に類似してると発見した人たちは証言してるぞ。さらにトランコには2本の長細い尾があるんだが、この特徴を地元の言葉に置き換えるとトランコとも呼べるんだぜ。象の鼻と2本の細長い尾の両方の言葉にトランコという意味があるわけね。約3時間ほど浜辺にいたトランコが再び海の中に消えた後に再度目撃された情報は現在まで報告されていない状況だぞ。それじゃあ次に目撃した人は100年ぶりに目撃することになるわけね。海を眺める楽しみが一つ増えたわ。霊夢が海を眺めても気持ちよくなってきて、すぐに眠るに決まってるにょん。仮にトランコが姿を現しても気づかずに終わるのが目に見えてるぜ。たまには休息も必要だから仕方がないわ。では次にトランコの姿に類似していると考えられる未確認生物を紹介するぜ。それは古代インドの書物に記されている伝説の生物であるマカラだ。古代インドの伝説の生物、どんな生物なの？マカラの体は、まるで魚の胴体に象もしくはクジャクなどの特徴をプラスしたような姿だと言われているぜ。その姿から水の神聖さや海の恵みを表す存在としてインドの国旗にまで書かれているんだ。国を代表する未確認生物ということになるにょん。その正体としては何が考えられるの？マカラの正体としては、クジラやシャチなどの海の生物が候補に上がっているぞ。頭部にクジャクのくちばしもしくは象の牙のようなものがあるんだ。
さらに尾は魚に類似した姿で上向きに湾曲してるらしいぜ。さすがは伝説の生物ね。姿形がすごいもの。それだけじゃなくて例えば、火や水を口から放つ力もあるらしいぞ。その能力と姿からインドの神話や伝説の生き物として寺院、宮殿に書かれて大事にされてるんだ。インドからしたら単なる未確認生物では片付かない大切な存在なのだにょん。発見されればインドは大騒ぎになるわね。たとえ死体で見つかっても粗末に扱えば、天の裁きを受けることになるかもしれないわ。普段の行いからして霊夢は少なくとも神から怒られそうだけどな。今の生活態度を改めるべきだにょん。いや、さすがに神を怒らすレベルではないでしょ。まあ今の話をまとめると、このインドの伝説上の生物であるマカラとアフリカのトランコは、身体的特徴が類似しているから、もしかしたら同一の存在かもしれないということだ。さっきは1924年に目撃されたのを最後にトランコの目撃情報は出てきていないと説明したよな。でもな、2017年にフィリピンの海岸にトランコみたいな生物の死骸が漂着してるんだぜ。結構最近の話だわ。その死骸が本当にトランコだったら、未確認生物が現在でも海の中で生活している可能性に期待が持てるわね。それが本当ならトランコの二人目の目撃者には霊夢はなれないにょん。私は生きている生物の目撃者の二人目になればいいのよ。霊夢は前向きでロマンがあって素晴らしいな。死骸が打ち上げられた時の写真を確認すると理解できるが、周囲の人間と比較しても巨大であることが把握できるんだ。かなり気持ち悪い死骸だにょん。気味が悪くて近寄るのは遠慮したいわ。死骸だと思ったら、突然動き出して人間を襲ってきそうだしね。確かに近寄るのは勇気がいりそうだな。この死骸を調査した人たちの話によれば、体長約6メートル、体重約2000キロほどのマッコウクジラが船と衝突したという考えを示しているぜ。え、マッコウクジラの死骸って全体が真っ白になるの？体が白いのは、死骸が腐敗した影響で出てくる繊維質だそうだ。体長や体重、死骸の状態からしてマッコウクジラという説には一応筋は通っているように見えるな。他に可能性はないのかにょん。違う角度で撮影した写真には別の可能性を示唆する部分が写っているぜ。この写真の死骸の正面には赤色の部分があるだろ。まるで何らかの生物によって噛みちぎられて切断されたみたいだぜ。本当だわ。赤い肉の断面が見える感じね。それが事実なら、この生物はもっと巨大な生き物ということになるわね。単なるクジラの死骸だとは片付けられない感じね。巨大な生物で体全体が写真のように白い生物だったとすれば、トランコが正体の候補に上がってきても不思議ではないな。でも、これだけ巨大な生き物を噛みちぎれる生き物なんているのかしら？可能性と浮上したのは、同じく未確認生物であるメガロドンだぜ。もしかしたら、未確認生物同士が海上において激しい戦いを繰り広げたかもしれんぜ。それはワクワクする話ね。そして、最初に紹介した1924年に南アフリカで撮影された死骸と2017年のフィリピンの写真を比較すると、同一生物の可能性を考えてしまうぞ。そっくりだにょん。この生物の死骸は、私たちが知っている生物の姿とは思えないわね。浜辺に死骸が打ち上げられた理由として大地震の可能性もあるんだぜ。地震と未確認生物に何の関係があるんだにょん。2017年2月10日にフィリピンのミンダナオ地方でマグニチュード 6.7 の大地震が発生したんだ。この後の海岸には貴重な深海魚のリュウグウノツカイが流れ着いていたぞ。つまり、海に生息している生物が地震の力で海岸に打ち上げられたわけね。いくら巨大な未確認生物のトランコでも地震にはかなわないわね。でも、このような生物の死骸らしい物体が流れ着いたのは外国だけに限らないんだぞ。もしかして日本にも来たの？2013年に日本の奄美大島の海岸に直径6メートルほどの白い肉塊が打ち上げられたんだ。その姿がトランコの死骸に類似していたぜ。地元の人もびっくりの状況だにょん。誰も見たことがないと言って大騒ぎの状況だったそうだ。その肉塊の正体は判明しているの？その肉塊は、グロブスターと呼ばれているぜ。これは死骸の腐敗が進んでいて気持ち悪いことを意味してるぞ。そんな状態のため正体を把握することはできなかったんだ。見た目としては類似してるにょん。じゃあ、その死骸はそのまま海に返されたの？いや、なんと奄美大島の男性が肉塊の一部をオカルト研究家の山口敏太郎氏に郵送したんだ。嘘でしょ。そんなものを私に送りつけてきたら、絶対にクレームを入れるわ。オカルト研究家なら、謎の物体でも喜んで引き受けてくれそうだわ。だが、いくらオカルト研究家の人であっても、腐敗がひどい肉塊の正体を突き止めるのは困難だったそうだ。方法としては DNA 鑑定が考えられたが、それだけで10万円ほどの資金が必要なため調査はストップしたらしいぜ。
そうなんだ。せっかく未知の生物を解明できるかもしれないチャンスなのに残念だわ。霊夢が調査費用を捻出すればいいのよ。私にそんな余裕があるわけないでしょ。では次にトランコの正体として考えられている二つの説を紹介するぜ。一つ目は、水生生物説だ。やっぱり海洋生物の可能性が高いもんね。海洋生物の中でも白い毛を持つ巨大なクジラか、もしくはシャチが可能性として上がっているぞ。ふむふむ、目撃情報が海で襲われているトランコの姿だから、当然海洋生物である可能性はあるよな。あの白い毛は腐敗したのが原因なのかな？氷河期に生息していたクジラやシャチの中には白い毛を体にまとわせていた種類がいたそうだ。だから、その時代の生物に関係があるかもしれないぜ。そうなんだ。じゃあ、今と昔だとクジラやシャチの姿も違うわけね。氷河期に合わせた生物の形があるんだにょん。候補として登場するのは、シャチ族、ベルーガクジラ、ナガスクジラの3種類だぜ。シャチ族とは、現在生息しているオルカやシャチの先祖と考えられている生物だ。体には白い斑点と毛があった可能性があるぞ。シャチと戦える実力があるんだから、シャチの先祖である可能性はありえそうね。ベルーガクジラは、北極海で生活しているぞ。体が白いから別名で白イルカとも呼ぶんだ。名前の通りクジラの一種で体長は最大で6メートル、あとは口ひげを備えてるぞ。白イルカと呼ばれる見た目の白さはトランコの特徴に合いそうだにょん。ナガスクジラは、一角とも呼ばれ長い牙があって、場合によっては、体長は最大で5メートルほどで全身が白色になるらしいぜ。生息地は北極圏だぞ。みんな体の色が白いのは一致してるわね。ベルーガクジラとナガスクジラは現在でも北極周辺に生息してるぞ。もう一つの説は何なの？二つ目の説は、古代生物説だぜ。トランコの特徴である体長15メートル、白い体、二本の細長い尾があるのは説明したよな。この特徴に類似した生物が古代にいたらしいぜ。現代の生物だとは考えられない姿だもんね。その生物は例えば、シロナガスクジラ、ウミユリ、シーラカンスなどだ。古代生物の特徴がトランコにあるんだから生き残りか遺伝子を受け継いだ生物かもしれないわ。でも根拠が一回の目撃情報から報告された特徴だけであり、科学的根拠があるわけじゃないから確定はできないぜ。他の可能性として深海の未確認生物である人間に類似しているという意見があるんだ。この生物は体が白くてツルツルで体長が約20から30メートルだぜ。人間のように5本指の両手と両足がひれ、上半身同士をつなげたようにも見えるぞ。体の色とサイズはトランコの特徴にそっくりだにょん。そのため先ほど紹介した2013年のトランコの死骸と思われている肉塊も人間説が登場していたぜ。トランコの正体には多くの可能性が存在しているわけね。じゃあ最後にトランコに関係する噂と都市伝説を紹介しておくぜ。トランコに関する情報には確定できる要素が少ないが、その中で登場したものを6つほど挙げるぜ。都市伝説なんて存在するのね。やっぱり未知の生物に対しては皆いろいろと考えるわけだわ。どんな話があるのか楽しみ。噂がさらなる噂を呼んでいるかもしれないにょん。まず一つ目は、トランコは南極の巨獣の一種だとする説だぜ。初めてトランコの姿が目撃された時に実は南極において別の未確認生物の話が登場していたんだ。やっぱり世界には私たちの知らない生物が数多く存在してるのよ。だからこそ、今後どんな生物が登場するか楽しみだわ。話題になった未確認生物は南極の巨獣と呼ばれるものだ。発見されたタイミングが同じだから、トランコの正体は巨獣に関連した生物ではないかと考えられたぜ。南極の巨獣ってそもそも何なの？これは南極海に登場するとされる巨大な未確認生物の総称であって、特定の生き物を指しているわけではないんだ。先ほどの人間もこれに該当するぜ。しかし、南極海にそんな巨獣と呼べるような生物が存在しているかは、特定することができていないぞ。海に生息する巨大生物という特徴は一致してるにょん。二つ目は、トランコは外宇宙から来た生物だという説だ。これはトランコは地球で誕生した生物ではなく、宇宙からやってきたのではないかという考えだぜ。地球外生命体、どうしてそんな考えが出たの？トランコの見た目が不思議な特徴をしているために、宇宙船にいた生物の実験体が逃亡して地球に来たんじゃないかと推測されたんだ。まあ、この説も特に科学的根拠があるわけじゃないから噂程度の話だぞ。もし、それが本当だったらすごい話になるわね。未確認生物という分野では片付かなくなるわ。
三つ目は、トランコは古代の神獣だとする説だぞ。トランコの特徴である2本の細長い尾と白い毛の姿が、現代の生物ではなくて古代の神獣に類似しているという話だ。もはや生物の領域を超えているわね。本当だったら神に挑んだシャチは相手を考えて行動すべきだにょん。神をも恐れぬ所用だな。神話や伝説に登場する生物の正体がトランコであって、その力は海や自然を支配するだけの、強力なものだとしてるぜ。しかし、これも科学的根拠はなく、単なる噂だぞ。神を立証できる科学的根拠を発見できたら、そっちの方がニュースになるわ。人類が決して踏み込んではいけない領域ね。四つ目は、トランコは実は巨大なクラゲだという説だ。トランコの体にある白い毛がクラゲの触手のように見えるところから来てるぜ。じゃあ巨大なクラゲということになるわ。それが事実になればトランコという名前は間違いなく解明ね。しかし、クラゲは海中の生物にもかかわらず、トランコの姿もしくは死骸と思われるものは陸地や海岸で発見されているんだ。だから生物学上から言っても巨大クラゲ説は科学的な根拠を立証することができないぜ。未確認生物を科学的に立証するのはやっぱり難しいわね。目撃情報もわずか一件だけだしね。もっと多くの情報が必要になるわ。5つ目は、トランコは未知の生物学的実験の産物だとする説だぜ。これはトランコの不思議な体の特徴は、自然に生まれたのではなく、人工的な実験による遺伝子組み換えで新しく作り出されたとするものだ。確かに象の鼻に類似した部分は不可思議だもんね。象とクジラの合体バージョンみたいに見えるから遺伝子組み換えは結構あり得るかもしれないわ。見た目的には可能性を疑える感じはするんだが、やはりこの説も科学的根拠はないため確定はできないぞ。いろんな説があって面白いわね。無限の可能性を感じてワクワクしちゃうもん。最後は、トランコは神秘的な存在で、人々に霊的なメッセージを伝えるものだという説だぞ。トランコが現れるのは神をも思わせる絶大な力を表現していることであって、私たち人類に何か霊的なメッセージを伝えに来ているとする考えだ。あの死骸が本当にトランコだったら、私たちに何を伝えようとしてたのかな？そうね。もし本当にメッセージを伝えようとしてるなら、シャチは危険だから注意してくれだと思うわ。自分が襲われたことを無駄にしないためにもね。とりあえず最初に自己紹介をしてもらいたいもんだがな。あんな白くて巨大な化け物からのメッセージなんて人類はお断りだぞ。でもさすがにこの説も噂よね。証明しようがないからな。トランコの存在を信じてくれる人たちの考えに任せるしかないぞ。では本日紹介する内容は以上だぜ。どうだった霊夢、陽夢？白い肉塊からトランコという未確認生物の可能性が登場したのに驚いたわ。見た目は気持ち悪いだけなのにね。そうだよな。普通の人が見れば、気持ち悪いの一言で見過ごされかねないぜ。しかし、その正体はもしかしたら、シャチとも戦えるだけの戦闘力を持った強い生き物かもしれないのはワクワクするぜ。あの姿が腐敗じゃなくて元々の姿だとしたら、全然美味しそうには見えないけどシャチからしたら、ごちそうなのかな。食欲旺盛な霊夢にも苦手なものがあったのには驚きにょん。いくら私でも食欲は湧いてこないわよ。まあ、今後の調査に期待しようぜ。目撃情報は一度でも死骸が再び漂着する可能性は十分にあるからな。では本日の、世界が震えた、南アフリカで目撃&撮影された2頭のシャチと格闘した15メートルの白い巨大怪物は古代生物の生き残りか、は終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。